一番最初にデモを聞いた時にパンとひらめいたのが、中島さんを天上人にしようと、天女にしようと。で、天女が地上に向かって息を吹きかけるように、包み込むように、なんか歌うっていう世界みたいなものに、考えまして、まず。で、2番で、それが主人公が変わって地上の人になります。地上の人間になります。で、最後の方で、その地上の人間がだんだん浄化されて元の天女に来ますという、そういう流れをまず決めました。なんか分からないでしょ。でも自分の中ではそういうふうに言うて、まず天上人や天女から地上の人たちにこう包むように歌って、それで2番で血の通っている人間になって、それから3がその人間が最後はまた天上に戻っていくっていう形に、天女に変わっていくっていう形にしようと。確かに家臣とすごくリンクするお話で納得がいきますああ、そうね。ですか。はい。それでが。は、そういうふうに言わなきゃダメっていうのをちょっと寂しいんですけども本当こんな後出しじゃんけんみたいな話はしてもしょうがないんですけども、でも初めにそうやって僕はイメージをこう作っていきました。